日本と EU、ヨーロッパ連合が共同で提した拉致問題の解決を含む北朝鮮の人権、今日の改善を求める決議が、19日開かれ、国連総会の本会議で、大多数の国の賛成、採択されました。日本は EU と共同、朝鮮の人権状況の改善を求める決議に、05年から毎年、国連に提出して、今年の決議では、北朝鮮が、民生活を犠牲にして核・ミサイル開発を、早させていることを非難し、北朝鮮によ、外国人への拷問や恣意的な拘留、深刻な懸念を表明していて、19日、国連総会の本会議で大多数の国の賛で採択されました。日本としては、今回、採択を弾みに、国連や国際社会と連携し、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題の解決、求めていく考えです。一方、北朝鮮、チ・ソンナム国連大使は、決議の採択、先、で、違法で邪悪な企みに強くそう、考慮に値しないと述べ、退席し、した。また、中国やロシアは採択に反対、立場を示し、このうち中国の国連代表部、担当者は、人権問題を政治化し、他国に、力をかけることに反対する。